ドゥカティ・デスモセ・ディチ。デスモセ・ディチ。デズモセ・デサイトは、ロードレース世界選手権、モートジッピークラス参戦を目的とした、ドゥカティのレース専用オートバイである。また、デスモセ・ディチの性能をほぼ受け継いだ、行動使用者も存在する。デスモセ・ディチという名称は、後実のエンジンバルブ開閉機構デスモドロミックのデスモと、バルブ数である16のイタリア語である。 セリチを合わせたもの。日本語に訳すと、強制改閉16バルブという意味になる。また、年式を表す、GP- が、名称の後につき、2006年型は、デスモセリチ GP6 で、2010年型は、GP10 となる。2002年から、ロードレース世界選手権、モートジッの最高峰クラスが、GP500 から、モートジックラスに変更されるに伴い、 参戦できるマシンのレギュレーションも大きく変わった。特に大きな変更点はエンジン排気量に関するもので、それ以前は2ストロークエンジン以下2ショートトン4ストロークエンジン以下4ショートトンともに排気量の上限は 500cc だった。同じ排気量では2ショートトンの肩高出力であり、有利であるのが変更後は4ショートトンのみ 990cc までに拡大された。 このため4ショートトーンエンジンのマシンが有利になるため、以前から参戦していたホンダ、本大アマハスズキといったメーカーは0 0 0五ロから4、ショートトーン 990cc マシンを開発し、2002年からの参戦に備えていた。それに対しドカティは4ショートトーンエンジンを得意としていた、ため2ショートトーン有利だった GP500 時代は参戦せず、市販車4ショートトーンマシンのみで争われる。 スーパーバイク世界選手権 SBK に参戦していた。しかしレギュレーション変更によって4ショートトン中心となるであろう新生モートジッピークラスへの参戦を決意2001年に4ショートトン 990ccL 型4気筒エンジン搭載車による参戦を発表した。発表前にはルカティの代名詞とも言える L 型2気筒エンジンでの参戦も 囁かれていただけに、ルカティとして初となる L 型4気筒での参戦発表は驚きを持って迎えられた。エンジンは4ストローク 990cc800cc1000cc の L 型4気筒16バルブ。バルブ開閉機構に一般的なスプリングを用いず、L 型2気筒とともに、ルカティの代名詞であるデスモドロミック強制弁解式を採用。 この機構を用いるモートジッピーマシンはデスモセリチのみである。フレーム形式はモートジッピーマシンで一般的なツインスパーではなくドゥカティの市販車でおなじみのパイプを用いたトラスフレームであったが2009年仕様からカーボンフレームを採用している。2010年からスイングアームもカーボン製のものが採用されている。2011年のシーズン中には アルミフレームが採用され、2012年にはこれまでのフレーム構造を改めてスタンダードなアルミツイスパーフレームが採用されている。厳密には一般的なツインスパーとは違い、エンジンをフレームの一部とするこれまでの構造も残されているようである。タイヤは2003年2004年がミシュラン2005年以降はブリジストンを採用しているワークスチーム。 1>, 1年後の2002年モート GP、イタリア GP において、デスモセディチのプロトタイプが発表された。それ以降テストを重ね、2003年開幕戦、日本 GP でデビュー。初戦からトップ争いを演じロリス・カピロッシが3位を獲得、第6戦カタルーニャ GP では早くも初勝利を挙げた。2004年からは、片落ちマシンのプライベートチームへの供給を開始。 ワークスチームは2005年からタイヤをブリジストに変更して戦闘力を上げ、2006年シーズン終了時までに通算7勝を記録。2007年からモートジッピーのレギュレーションが変更となった。主な変更点はエンジン排気量に関するもので、安全上の理由から2006年までの 990cc から 800cc に引き下げられた。そのため、各 メーカーとモシンレギュレーションに対応する新たなマシン開発に迫られたが、ルカティはいち早く開発に着手。2006年シーズン半ばで早くも 800cc マシン、デスモセディチ GP7 を観査せテストを開始していた。そして GP7 のデビューレースとなった2007年開幕戦、カタール GP では新加入のケイシーストーナーが優勝を飾って早期テストの成果を見せつけ、 以降も勝利を積み重ねて、ドゥカティに初めてのストラクラーズタイトルをもたらしただけでなく、チームライダータイトルを含む3巻を達成させた。2008年も好調を維持し、活躍を見せたが、ヤマハ勢の追い上げによりタイトル防衛はならず、2009年は、主戦のストーナーが途中で一時休養したことが響き、成績を伸ばせなかった。2010年は乗りやすさを重視した改良を行う。 ことにより、全体の底上げを図ると同時にフロントサスペンションに、オーリンズの新型サスペンションを採用したが、これが序盤において、ストーナーの苦戦を招いてしまった。2008年以降のマシンは、ストーナー以外は乗りこなせないと言われるほど癖のある、マシンと言われており、事実、ストーナーのチーム名であったマルコ・メランドリア、ニッキー・ヘイデンは、 かなりの苦戦を強いられているストーナー曰くスーパーバイク的な乗り方を要求されるマシンであるという。2011年はストーナーの遺跡によりバレンティーノロッシを迎えてシーズンに挑んだが来期からのレギュレーション変更を見据えてマシンを製作したため車体のセッティングが全く噛み合わずフレームの素材を変更するなど試行錯誤を続けたが苦戦から抜け出せず2004年 以来のシーズン未勝利に終わった。エンジンのレギュレーションが 1000cc に変更された2012年以降も苦戦が続き、2014年は表彰台を3回、2015年は7回獲得したものの5年連続で勝利を得ることはできなかった。しかし2016年にアンドレア・ヤンノーネとアンドレア・ドビチオーゾが一勝ずつ上げている。デスモセディチの使用は デスモセリジ RR、略称は d 十六 r r といい、2007年に限定生産で発売が開始されている。最低限の保安装備は搭載しつつも、機構的には、レーサー仕様、原型は GP5 つまり2005年型とされるを、ほぼ流用している。エンジンは、水冷四ストロークデスモドロミック16バルブ90度、V 型四気筒で360度クランクに70度の、 位相角採用する不等間隔爆発エンジンでカムシャフトの駆動はギアによるカムギアトレインであり、これもレース用車両に準拠する日本向け行動使用車は騒音規制により61馬力。なお価格は5万ユーロ、日本円で866万2500円、税込み。この価格は市販二輪車としては高額であるが、1台。 数億円ととと、とも言言われるるるる。GP マシンのの多くの相関性を考慮するとむしろ発覚であると言えるまた、行動仕様とは別に、レース用をベースとした、二人乗り仕様も存在する。これは観客にモートジッピーマシンのパフォーマンスを体験してもらう目的で作られた、体験市場用のデスモセリチである。各レースで、元 GP ライダーのランディ・マモラ氏が運転し、 少数の幸運な観客やゲストが体験試乗している。過去に体験した有名人には、イ一ドライバーのミハイル・シューマッハや NBA のスーパースー、マイケル・ジョーダンらがいる。ちなみに、この2名は、自らの手で一人乗りレース使用者の運転も経験している。ワークスチームの戦績、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。